日常演技の旅へようこそ。旅本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらローソンのフローズンパーティー全6種を飲みたいと思います。はい、こちらがストロベリーと、今鬼滅の刃とコラボして出てる雷の呼吸というやつ、そして真ん中がピーチとチョコレート、こちらも鬼滅の刃コラボの水の呼吸とマンゴー、どれも美味しそうですね。でもこれちょっとレンジで温めないと飲めないんですよね。なので温めてきますので少しお待ちください。まずはストロベリーからいきますね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、このように飲むんですね。ファミマのフラッペとはまた違うのかな。はい、飲めるようになりましたね。飲んでみます。では、はい、続いてはピーチ味、これもまた甘そうですね。では飲んでみます。はい、続きましてはチョコレート、これはダイレクトで甘い系ですね。冷たくても甘さは感じるのかな。カロリーもちょっと高めですね。では飲んでみます。続きましてはマンゴー味、これはどんな感じなのかな。ローストンが、マンゴーを広めてるようなイメージが自分の中にはあるんですよね。まあコンビニの中ではということですが、では飲んでみます。はい、ここからは鬼滅の刃コラボのフローズンパーティーに入ってきます。これは竈門炭治郎の水の呼吸をイメージしたソーダ味のようですね。飲むソーダはあまり好きではないのですが、こういうソーダのやつが好きなんですよね。ほんと不可思議なものですね。まあ前にガリガリ君レビューした時にもそんなこと言ったような気も、まあ飲んでみればわかりますか。では、はい、これでラストの雷の呼吸なんですけど、これどんなキャラですね。鬼滅の刃って腰を落ち着けて見たことないから、キャラとかもあまりわからないんですよね。なので、まあ先日ネットフリックスも契約しましたので、一度腰をつけて見てみようかなと思いますけど、時間取れるかな。まあまずはこれが溶ける前に飲みますね。では、ファミマのフラッペと近いのかなと思ってましたけど、それとはまた違いますね。果肉とかも入ってていい感じだし、酸味や甘みもしっかり感じられるし、あ、ところどころ飲んでるのはホットコーヒーです。さすがに冷えると思ったので、だったらこんなに飲むなんて突っ込まれそうですけど、でも美味しかったですよ。これから先の季節にぴったりですね、こういうのは。はい、というわけで全種類飲み終えました。まず共通している部分として、やっぱりファミマのフラッペに近いような感じでしたね。ストローでスーッとシャリシャリっとした氷の食感が口の中に入ってきて、それがそれぞれの味とうまく混ざって美味しかった。で、それを踏まえた上で言いますと、まずこの最初に飲んだストロベリーはいちごの果肉と甘酸っぱさがしっかり口の中で広がってきて美味しかった。果肉が入っているのはファミマのフラッペではあんまりなかった気がしますので、その辺の味は違うところですね。で、続きましてのこちらのピーチ、これも果肉の味がしっかりして美味しかったんですですが、これはストロベリーに比べると甘さが強かったですね。なので甘いのが好きな方はこちらの方がいいかもしれません。で、続きましてチョコレート、これは結構甘いような苦いような、そんな感じの味わいでしたね。まあ、悪く言うとどっちつかず、よく言えばしっかりとしたチョコレートの味が感じられた、そんなフローズンパーティーでした。冷たすぎて舌が回らない、さすがにきつかったかな。でも板チョコの食感、パリパリとした食感は他にはなかったので、これも良かったですね。で、こちらのマンゴーはマンゴーの濃厚な風味が吸った瞬間に口の中に広がってきて美味しかったです。やっぱりローソンがコンビニにマンゴーを一番広めたような、そんなイメージがあるので、そういった部分もあるのかもしれません。で、自分の中でこのマンゴーが一番レギュラーの中では美味しかったので、こちらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。そして残るこの鬼滅の刃のコラボフローズンパーティーは、こちらはやっぱりソーダでちょっとしたシュワッと感があってすっきりいただくことになりました。で、こちらはレモンで、レモンの酸味が口の中に広がってきて、これも美味しかったのですが、どちらかというと自分はこちらのソーダの方が好みでしたね。なのでこちらを代表として、これもこちらの点数とさせていただきます。あ、言うの忘れてましたけど、多分どちらでもラムネとか
ゼリーとかそういった食感のものも入っていましたね。なので通常のレギュラーメニューと比べるとちょっと味にも変化があるし食感にも変化があるようなそんな商品になっていました。はい、というわけで本日はローソンのフローズン全6種でパーティーしてみましたが、さすがにちょっと舌が回らなくなるぐらい飲むのはですね。でもこれから暑くなってきますので、いやすでに暑いかね、こういったものはだんだん美味しくなってきますね。皆さんもぜひ飲んでみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。